者さんのつぶやき。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。小池デンタルクリニックの小池です。さて、1月も6日、仕事も大体始まってっていう形になりますが、僕らのね、年の人って言っても僕がいくつかわからないと思いますが、皆さんお年玉をね、こういろいろあげてるんじゃないかと思います。僕らがもらってた頃って懐かしいなとは思うんですが、まあ正月のイベントとしてね、子供が得をする時期であるということで、引き続き去年からね、続いてまだ子供の話っていうのを続けていきます。新年なんでね、もう一度言っておきますが、うちの専門は大人のお口です。歯が欠けたり失われたり、まあ虫歯とかでね、よくあるパターンですけれども、そういったところを治すのが僕が専門のところで、虎徹歯科学会というところの専門医っていうものを持っています。なので大人の歯の専門ということでね、治療を受けたい方は、ぜひねノックしていただければいいんですが、とはいえお子さんの口の中ってついてもね、やっぱり知りたい方もいっぱいいますので、こういったところを利用しながらお話をしています。さて去年までね、じゃあお口の子は歯磨きこうやったら嫌がられないよっていう話をまあしてきてる中でね、まだ言ってないことっていうので、お子さんに歯ブラシを持たせるっていう形ですよね。ちっちゃい時ね、お子さんがこう歯が生えてくると、歯茎あたりがねこうムズムズっとこう出てくる時ってやっぱりこうムズがゆい感じがします、歯茎がね。なのでなんかこういろいろこう噛んだりとかっていうのありますよね。これはこうペットなんか飼われてる方でも、歯が生え変わるような時とか、そういうような時にねこう硬いもの噛みたがったりとかいろいろありますよね。歯が生え始める時の歯茎からこう出てくる時期っていう、こういろんなものをこう噛みたがる時期でもありますよ。小さい頃子供っていうのはどちらかというとこう口で物を確認するっていう癖がありますから、そうすると歯ブラシなんかでもね、持たせてあげれば口に持っていくなんてことをしていきます。ただ歯ブラシね、この時期のお子さんやっぱり言うことを聞かないし、目を離した隙に勝手にこけるなんてこともよくありますので、それで喉の奥をついちゃったりすると危険です。お子さんのためにストッパー付きの歯ブラシなんてのも売ってます。ストッパー付きってどういうことっていうと、歯ブラシのね柄の部分と先端の毛先のね、ブラシの部分との間にね、なんていうのかな、日本刀のね唾って言えばいいですかね、手で握るところの先にね受けるとかありますよね。あんな感じのが歯ブラシについてるやつがあります。他にもね、そことこう根元までつながってるグリップがグッとなってるようなね、ちょっとかっこいいやつって言ったらおかしいんですが、そういったもの、まあ要はお子さん用に喉をつかないように、そういうこうストッパーがついてる歯ブラシってものがあります。これはお子さんが磨けるなんてそれは誰も思ってませんからね。お子さんの歯磨きっていうのは親御さんの仕上げ磨きがあって当然、というかそれが必須っていう形になります。ただお子さん自身が嫌がらずにこういったものを口の中に入れる癖をつけていくということ、そしてだんだん大きくなっていく中で、保育園、幼稚園、小学校っていうに行く中でちゃんと歯磨きの癖ができるようになるかっていうことで、口に自分で歯ブラシを持っていく癖ですよね。そういったものをつけるために必要になっています。ですから、うちの子はどうせ磨けないんだからじゃなくって、そういった癖をつけるためにお子さんの喉をつかないような安全な歯ブラシっていうのをおもちゃのような形で与えてあげてもいいんじゃないかと思います。僕のね母校の松本歯科大学っていうところの開発したものもこの間ね出ました。なので、そういったものもね、ぜひ使っていただけるといいかなと思います。福山だとね、洋華堂のねカウンターのとこにもね置いてあったの見ましたので、松本歯科大学云々っていうね特許とかいうような感じのがあったらね、それなんでぜひそれ買ってみてください。うちにもありますし、他の歯科医院でも松本歯科大学のって言って知ってる人のだったら準備してくれるかと思うので、ぜひね聞いてみてください。今回はこの辺で失礼いたします。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418。